ご紹介いたします。カーナンバー9ターゲットチップガナッシュレーシングのスコット・ディクソン選手が1番手、2番手はカーナンバー11アンドレッティ・グリーンレーシングのトニー・カナーン選手、そしてなんと日本人期待のモーナンレーシングのトラ・タタギ選手が3番手のスタートとなっております。それにしても岡崎さん、役者が揃いましたね。そう、初めての日本で初めての開催のね、そうインディレースですからね、そのなんか傷跡があんまりでもできてほしくないですけどね。できてほしくない。でもやっぱりそういう醍醐味、みんなプロなわけですから、そうですよね。それはリスクも全部考えてやってますし、それだけ一生懸命走っているってことですよね、真剣にね。そうそう、だから怪我しない程度にね、なんかこうちょっとチラッとぶつかってくれたりなんか。